1964年の日本グランプリは、1964年5月2日と5月3日に、鈴鹿サーキットにて決勝レースが行われた。正式名称は、第2回日本グランプリ自動車レース大会。国内自動車メーカーのモータースポーツ活動が本格化し、スカイライン伝説が誕生したレースとして知られる。2年目の日本 GP 開催を迎え、主催者は、 日本自動車スポーツ協会から日本の衛 a 戦である日本自動車連盟へ交代した。第1回大会ではレギュレーションの不備による混乱も見られたが、今回はジャフスポーツ委員会が作成した国内競技規定が適用された。競技は2日間に10クラス11レースが行われた。参加車両の大半は国産乗用車であり、排気量別にツーリングカー6クラス。 GT カー3クラスに分けられた。加えて、フォーミュラジュニアマシンによる国内初のフォーミュラカーレース、ジャフトロフィーが行われた。第2回大会はアマチュア主体の前回から様変わりし、国内自動車メーカーが真剣勝負を繰り広げるイベントとなった。外国車輸入自由化が迫り、自動車業界の再編が囁かれる時世において、日本 GP の勝利は顧客に、 技術力をアピールする有効な宣伝材料となった。前回、出場3クラスに優勝したトヨタは、新聞広告などで、大々的にグランプリ優勝キャンペーンを行い、販売成績を伸ばした。レースに消極的だった他社もこれに刺激され、日本 GP に向けて体制を整えた。トヨタ、日産、新三菱、プリンス、ホンダゲ東洋工業、イスズ、 鈴木事項、富士重工、日野といった国内自動車メーカーのほぼすべてがワークスチームを送り込むという後先にも例のないレースとなった。各ワークスは市販車に競技用スペシャルチューンを施し、海外から高性能パーツを取り寄せ、公認取得のためスポーツキットを発売した。特にプリンスチームは前年の惨敗ぶりから社長の次は 絶対に勝ての原名が下り、このレースに勝つためだけの特別な車を作ったほどで、あった。二輪ライダーのスカウトや一般オーディションで、ワークスドライバーを選抜し、高額の契約金を支払った。今大会では、田中健次郎、鈴木誠一、北野元、片山吉美、浮谷藤次郎らが四輪レースデビューした。鈴鹿サーキットでの練習走行にも熱が入り、クラッシュや、 横転事故が相次いだ。1時間25万円というコース使用料を惜しまず、占有走行時間を取り合い、コース脇には他社の動向を探るスパイが出没した。トヨタが自社テストコースに鈴鹿を模したコーナーを作ったと聞けば、ライバルはヘリコプターを飛ばして上空から偵察した。日本 GP に投じられた費用総額は10億円、トヨタと日産は2億円。 プリンスは1億5000万円と報じられた。TI 参加17代、予選16代、決勝15代、完走12代全年本命視されながら敗れたスバル360が、ワンツーフィニッシュして、雪辱を果たした。逃げ切った、大久保力の後方では6台の混戦となり、3、6位は、スズライトフロンテ。4、5位は、初出場のキャロル360。3位、 もち治きむと4位、片山芳美は、写真判定の大接戦だった。T2 参加23代、予選21代、決勝20代、完走16代前回優勝したトヨタパブリカが、今回も14代出走。戦闘集団3代の同門対決が白熱し、僅差で、浅野武雄が優勝した。片山芳美が、松田キャロル600でパブリカ勢に割って入り、 4位となる、検討を見せた。T3 参加19台、予選16台、決勝15台、乾燥11台三菱、コルト戦が1位から4位を独占。前回優勝の日のコンテスサガ5から7位と、性能差が結果に現れた。コルト3台の戦闘争いをリードしたマシコ・オサムが最終ラップにスピンし、加藤総平が優勝。写真家。 早崎治むのミニクーパー S はヘアピンで横転、フロントガラスを割りながら8位で完走した。T4 参加18台、予選17台、決勝16台、完走14台今大会のオープニングレース。16台中13台を占める日産、ブルーバードスポーツのワンベイク状態となり、12位までを独占した。7周目に鈴木誠一と服部金蔵を一気に交わした。 田中健次郎が優勝した。TV 参加33代、予選33代、決勝30代、感二24代前回勝者のトヨタコロナ10代に、プリンススカイライン8代、イスズベレット10代が挑む3メーカー対決。激戦の予想を裏切り、スカイライン勢が1から7位独占と圧勝した。イクザートールは、エンジンの不調で出遅れたが、復調すると先行者を、 次々と追い抜き、19台抜きで優勝した。T6 参加43台、予選42台、決勝30台、感想22台とヨタクラウン10台、プリンスグロリア9台、日産、セドリック7台、イスズベレル4台というメーカー対決の最激戦クラス。馬力に勝るグロリア3台に、四場総吉のクラウンが食い下がり、その前線に、 観客席から大声援が送られた。集団をリードした、須田助弘が11周目にリタイアし、最後は、大石秀夫が後続を突き放して優勝した。GTI 参加22代、予選21代、決勝21代、感想19代ベニア製モノコックのマーコス GT2 代が、イギリスから参戦。マイケルナイトのマーコス GT がスタートの出遅れを。 挽回して独走するが、レース後に、フライングと判定され1分加算で5位に降格。ホンダ S600Z が1から4位独占となった。繰り上げ優勝のロニー・バックナムは、同年のホンダ回1発参戦のドライバーとなる。GT2 参加36台、予選34台、決勝30台、完走20台、プリンススカイライン GT7 台、日産。 フェアレディ14代他外国者が出場。式場総基地のポルシェ904がスカイライン、GT 勢を下して優勝した。7周目、イクザー・トールのスカイライン GT が式場を抜いて、先頭に立った場面は今大会のハイライトとなった。詳細は、GT2 クラスの対決の不死を参照。GT3 参加7台、予選7台、決勝5台。 乾燥4大国産車は出場せず、個人参加の外国車5台のみ出場。安田銀利のジャガー E タイプが独走し、乾燥した4位まで全車ジャガーだった。ジャフトロフィー参加20代、予選14代、決勝出走14代、11代、乾燥10代、8代大会両日に2レースを行い、各レース1位から6位にポイントを与え、合計得点で、 総合成績を決める方式。海外招待選手が、ロータス、ブラバム、ローラなどの新旧、FJ マシンを持ち込む中、塩沢将光が、日野の協力を得て製造した、国産初のフォーミュラカー、デルコンテスト3台も出場した。前年の国際スポーツカークラス優勝者、ピーター・ウォーの乗る、ロータス27が、本命とみられたが、20歳のマイケル・ナイトが乗る。 ブラバム BT6 が2レースともロータスを突き放して圧勝した。立原義次のコンテッサは2レースとも2周遅れながら6位、完走した。社名表記は公式記録に基づく。プリンススカイライン GT ナンバー39は、イサゴヨシカズのシャバンポルシェ 904GT2 クラスの優勝候補は、前回大会で惨敗したプリンスが雪辱を期して、投入した。 プリンススカイライン GT だった。単純に小型セダンに大きなエンジンを乗せれば、速くなると、当時4気筒 1500cc のスカイラインのボディを延長して、グロリア用6気筒 2000cc エンジンを搭載し、ホモロゲーション取得のため、急遽100台が製造された。練習走行では日本車として初めて2分50秒の壁を破り、本番での勝利は間違いないと見られた。 しかしトヨタは自社に勝てる車がないと知るや、なんと契約ドライバー式場総基地に、ポルシェ彼ら GTS を購入して当てがうという暴挙に出た。同じ GT とはいえ、ポルシェ904は S 用に設計された、ミッドシップの世界最強スーパーカー。対して、スカイライン GT は所詮、ファミリーセダンの改造車であり、性能差は明らかだった。言い換えれば、 ちょっと強い草野球チームに対し、巨人のエースを登板させるようなもの。いや、それ以上の差があった。スカイライン GT の開発責任者だった、桜井慎一郎は、公式練習日に現れたポルシェを見た時の衝撃を、ポルシェ 904A に例えれば、スカイライン GT は差し詰めダックスフントだった。最初から勝つ見込みがなくなった、今で言えば怪物ですね。 とにかく自動車に見えなかったですよと回想している。予選初日の結果は、行沢通る、伊佐子義和のスカイライン GT が1、2位で、式場のポルシェは3位。雨天の予選2日目、ポルシェは1コーナーでスピンし、ガードレールにぶつかって、ノーズ部分を大破した。ペダル類の位置を調節するピアノ線が切れ、ブレーキが効かなくなったことが原因だった。ポルシェは、 名古屋の藤井がレージに運ばれ、2日間の徹夜作業で、応急修理された。FRP カウルの荒れた箇所は、旅館の浴衣を裂き、エポキシ樹脂を染み込ませて成形した。決勝日朝、鈴鹿へ自走して戻る、途中名四国道の渋滞にはまったが、運よく、通りかかった白バイに先導してもらい、サーキットに到着した。この間、 レース予定時刻を過ぎたとプリンス陣営が抗議すると大会本部からポルシェは観客の目当てだから到着するまで待ってやってくれと頼まれたというスタート4分前傷跡も痛々しいポルシェがグリッドに滑り込むとスタンドから嵐のような拍手が起こったプリンスのレース責任者の桜井は俺たちが遅れたら認めてくれないのにと悔しがった スタートで1列メイン側から式場が一気にトップに立ち、逃げるポルシェを、イクザーのスカイライン GT が激しいドリフト走行で追うという展開になった。7周目、式場は S 軸間で塚本育子のトライアンフ TR4 を周回遅れにしようとしたが、予測できないライン取りに戸惑い抜きあぐねた。イクザはその感激を突き、 ヘアピン手前の 110R で2台をまとめて抜いてトップに躍り出た。スカイライン GT がポルシェを従えてホームストレートに戻り、スカイライン GT がトップを奪いましたの、場内アナウンスにグランドスタンドの観客は総立ちとなり大歓声が湧き上がった。しかし式場が翌週のスプーンカーブで行沢を抜き返すと独走体制に持ち込み、行沢は抜き返そうとしなかった。 それを見た砂子は、お前がポルシェを追いかけないなら俺が行く。どけ。とばかりに、イクザワを抜きついそう。しかし、基本性能差はいかん。ともしがたく、ポルシェは後続に10秒差をつけて圧勝した。イクザワは砂子にも抜かれて3位でゴールし、表彰台の3人が、オープンカーで、パレードラップに向かうと、観客は、イクザワの健闘を称え、優勝者には、式場、来年は、 日本車に乗れ、と、ヤジが飛んだという。翌日の新聞は、泣くなスカイライン、鈴鹿の花と検討を絶賛した。ポルシェ904の、黒い噂、編集ポルシェ904の、突然の参戦はレース前から話題となり、様々な憶測を呼んだ。904は4月1日に、FIA の公認を受けたばかりの最新モデルであり、日本販売価格は571万円。 また、トヨタは今回苦戦が予想されており、GT クラスに出場させる車種を持っていなかった。このため、トヨタがプリンスの勝利を妨害しようと、密かに904を手配し、式場に個人名義で出場させたのではないかという、黒い噂がルフした。日産チームの田原玄一郎を曰く、まだ生産台数も100台そこそこという最新型車が、こんなに早く、 日本に来るわけがないし、また個人でこれほど多額の費用も出し切れないはず。トヨタの仕組んだ大芝居です。プリンス陣営は噂を本気で受け止めており、予選で904がクラッシュすると、ピットで肩を組んで大喜びし、ざまあみろというものもいた。また、決勝レースに間に合ったのは、トヨタの社員が修理に手を貸したからとも言われた。この、トヨタ格差説は、 日本のモータースポーツ紙やヒストリックカー関連の文献で度々、取り上げられている。自動車評論家の見解は、いずれも根も葉もない噂に過ぎない、トヨタ自販が援助して、急遽取り寄せた、トヨタが空冷エンジン研究用に購入したテスト車を、式場が借り受けたと様々である。式場は、後年のインタビューで、話としては、面白いですけど、全然そんなことはなかったんですよと語り、 自身の購入経緯を説明している。一方、当時のトヨタ製品企画室校長は、第2回日本グランプリからサーキットに行くようになりました。この時は、式場総吉さんのスケ人トでした。大切なポルシェ 904GTS を壊されないように、コースに陣取って監視していましたとの発言を残している。904の修理にガレージを提供した藤井正幸は、 ポルシ日本代理店の三和自動車関係者と一緒に作業したと証言し、一部の週刊誌などで報道されたような、この904の修理に、某国三社メーカーが全力を挙げて協力したなどということは、デマゴギズム以外の何者でもないことを、はっきりと申し上げておきたいと述べている。式場、イ沢の密約説。 編集スカイライン GT がポルシェを抜いて一周トップを走った場面については、友人であるイクザと式場の間に約束時があったのではないかと噂された。スタート前、イクザが、お願いだから一周だけでも前を走られてくれと依頼し、トールちゃん、もし俺を抜けたら一周前を走らせてやるよと、式場が了解したという説である。そして式場が、周回遅れを抜きあぐねている隙に、 ザ沢が前に出たので、式場は、約束通り、ザ沢に前を走らせた。トヨタの式場、浮谷東二郎、杉江広義プリンスのザ沢、イスズの朝岡茂てる新三菱の石津祐介、日産の美保慶太郎らは別々のメーカーと契約していたが、普段は、ホテル大倉の喫茶室、カメリアをたまり場とする、レース仲間だった。レース前、ザ沢は、 式場のスタート準備を手伝い、レース後にはお揃いの VAN のセーターを着て表彰台に登ったが、こうした行為は所属チームの反感を買ったという。二人の対談やインタビューによると、一周だけでもという、やりとりは友人同士の冗談だったという。スカイライン GT でも僕のポルシェには勝てっこない。トールもそれは分かっていて、あのレースの前にお願いだから最初の一 二周だけでもトップを走らせてくれと言ってきた。いや、そんなことをしたら、僕のメンツがないと断ったけど、でも、それも冗談みたいなもので、僕は全然気にしていなかったし、また、わざと抜かせる気もなかった。抜かれたのは全く偶然。レースの途中で、僕が遅い車に引っかかったからなんだ。四場総吉、海一クラブボリューム21、108ページ確かに、 レースの前にお願い、一周だけでも前を走らせて、なんて言った冗談を、彼は覚えていて待っててくれたんじゃないじゃなかったらすぐに抜き返されているよ。いくら手負いの状態とはいえ、所詮、会一とカローラでレースをしているようなもの、踏めばバーっていけちゃうんだもの。そこは、ほら、仲良し同士だから、行くざ通る、カーマガジン二千八年七月号、十二ページヘアピンで、 抜かれた式場はすぐ行沢の背後につけ、続くスプーンカーブでは全然余裕で抜ける状態だった。眼前を走るスカイライン GT 車内のバックミラーを見ると懸命にステアリングを操る行沢の表情が映っていた。そこでスタート前の会話を思い出し、後続との感覚も開いていたので、あいつも言ってたから一周、トールの後ろをついてみようと考えた。そうしたら、 グランドスタンドでお客さんが総立ちになっちゃった。トールのために僕はスカイラインの売り上げにどれだけ貢献したかわからないよ。その後、すぐにトールを抜き返して僕が優勝したのに終わってみたらトールの方が英雄になっちゃった。国産車がたとえ一周でもポルシェを抜いたすごいということになっちゃったんだな。式場総吉、海一クラブボリューム21108ページポルシェは クラッシュの影響で、アライメントが狂い、まっすぐ走らない状態で出場していた。また、ギア比の設定がコースにあっておらず、プリンス陣営が輸入したダンロップのレーシングタイヤ R6 に比べると、行動用タイヤという範でもあった。式場は、904の本来の実力の半分も出せていなかった。それでも勝てたのは、本来同じカテゴリーで競い合わないはずの、 車同士だからですと話す。プリンスワークスの人間関係、編集ポルシェ対プリンスだけではなく、プリンスのチームメイト同士にも、感情のやりとりがあった。イクザは式場に抜き返された後ペースを落とし、3位の砂子の前を塞ぐ格好となった。砂子は、お前がポルシェを追いかけられないなら、俺が行くからどけと何度も手で合図し、最後には後方からマシンをぶつけて、 道を譲らせた。行沢は、自伝の中で、ピットから、スティディの指示が出たのでマイペースを守っていたら抜かれて、しまったと述べている。レース後、サインが出ているのに追い越すのは約束違反だ。ましてぶつけて抜いていくなんて、とチームに抗議し、午後の T、V クラスでは、の指示を無視して、チームメイト6台を、五ぼ抜きにして優勝した。この件で、プリンス内部から、聖域な若造、 思い上がりなどと非難され、ワークスの一員としてやっていくのは色々と、煩わしいと感じさせられたという。一方、砂子は、俺たちはプリンスを勝たせるためにレースをやっていたけど、イクザワは、自分が勝つことを優先していたってわけだろうなと、振り返っている。なお、2年後の、第3回日本 GP では、イクザワがタキス、滝進太郎のポルシェ906をブロックする、チームプレーに徹し、 砂子の優勝に貢献している。スカイライン伝説、編集一周のみとはいえ、国産車が世界最強、ポルシェを抜いたという事件の反響は大きかった。翌日のスポーツ紙一面には、泣くなスカイライン、鈴鹿の花と見出しが踊り、ホモロゲーション用100台のうち5月1日に売り出された90数台はすぐに売り切れた。スカイライン GT の量産予定はなかったが、 プリンスはユーザーからの反響に応えて、オプションだったウェーバーキャブを標準装備するなど各部を完了した、スカイライン 2000GT を販売。スカジー、羊の皮をかぶった狼の愛称で若者に人気を博し、スカイライン伝説が築かれていくことになる。レースにポルシェが出ると分かった時は、スカイラインにとっては大騒ぎになりましたけど、あれが来たことで帰って、 レース史上に名勝負の名を残したことになって、スカイラインのイメージがかなりアップされたんじゃないかと思います。桜井慎一郎、日産スポーツ、103ページプリンスは次の日本 GP で打倒ポルシェを果たすべく、日本初のプロトタイプレーシングカー、R380 を開発する。以降、1960年代の日本 GP では、国内メーカーのワークスマシン対、 プライベーターのポルシェという勝負が続けられた。1963年までの規定では、排気量 1100cc 以下。同年春に乗用車市場に参入したばかりのダイハツは、不参加。当時は、マルコスの発音がわからず、公式記録や雑誌記事では、マルコやマルコスと表記された。スターティンググリッドは3から2から3方式。第1回にも出場した。 日本の女性レーサーの草分けの一人で、今大会唯一の女性ドライバー。ハンシュタインのポルシェ356彼らには、第1回日本 GP の国際スポーツカーレースで、初日6位、2日目5位。VAN の創業者、石津健介の息子。ありがとうございます。